福です。福は今からフィニッシューズに行ってきます。ハーネスをつけて張り切っていますが、残念ながら病院です。やばいね。福ちゃん今日はお泊まりだ。お腹が痛くなってしまうんだよ、福ちゃん。福です。今、避妊手術が終わってお家に帰ってきました。思ったより元気だったのですが、家に帰ったらやっぱりちょっと静かで元気がないです。昨日の夜は一晩入院したのですが、病院で晩ご飯もたくさん食べることができたそうです。でもちょっと帰ってきたら眠そうなので、ゆっくり休ませてあげたいと思います。じゃあハウス大丈夫？福ちゃん、ハウス行こう、ハウス、おいで、ハウス。動けないの。動けないけど、抱っこで連れて行けないから、福ちゃん起きてね。ハウスに行きたくないそうです。さっきまで普通にどことか歩いてたのに。ね、すっきり。うん、疲れたの。じゃあハウスでご飯食べような。ご飯持ってくるで待っとって。食欲は普通にあるみたいでよかったです。お腹は痛いけど、あ、もう食べるのやめちゃった。今日はもうあとはゆっくり寝てもらいたいと思います。福ちゃん、この間もお腹が痛くなって、またお腹が痛くなって、難儀な。すごく眠そうです。昨日病院ではあまり寝れなかったのかもしれないので、このまま寝かせてあげたいと思います。福ちゃん、お腹痛いって。夜です。福が起きました。お昼よりちょっと元気になっているみたいです。ピンクの福がムチムチで過去一番おしゃれです。これが今日飲む分の薬です。はい、鶏肉どうぞ。鶏肉どうぞ。美味しいね、美味しいね、鶏肉。おお、もう全部食べた。もうちょっとついてるよ。福ちゃん、ご飯食べて偉いよ。ピンクの服も似合ってるよ。この服は1週間ぐらい脱げません。あれ、この服でお散歩に行くことになるんでしょうか。ちょっと目立つな。また
明日の朝鶏肉薬食べようね。ねねこが入ってしまった。おはよう、福ちゃん。かわいい。お、黒が来た。黒が服のご飯を倒しているここに隠してたら黒にお片付けされてしまった。黒ちゃん、いいな、人のご飯をカキカキしないで。薬入りの鶏肉は全部食べたのですが、普通のカリカリの部分はちょっとしか食べてないです。福がご飯を食べ終わりました。これからまた寝ると思います。おととい避妊手術をして、昨日家に帰ってきて、昨日一日と今日はずっと寝て過ごしていましたが、ちょっと回復したみたいです。ふくちゃん、ちょっと元気出てよかったね。ねしねしわき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 、お腹痛くなんだよ。